ここからまあ昇格降格とかがあるのでチーム少し多少変わるんですけれども、これ現在の順位表です。赤文字で示しました22チーム中11チームはもう一つ上の J1 の経験もあるチームとなっています。こうした中で戦っていくんですが、日高選手、今年は32試合のうち29試合にここまでフル出場、まさに走り続けるいわき FC サッカーの体現者だと思うんですが、来シーズンへの抱負聞かせてください。まあ、やっぱり、このクラブはですね、先ほど監督もおっしゃられましたが、立ち止まらない、前へ進み続けるっていうチームなので、まあ、そこまでなんていうんですかね、このクラブはJ2 に上がったからといって何か変わることはないと思いますけれども、やっぱりそういう姿勢を見せることによって、いわき市民の方々、福島県民の方々に力を与えられると思うので、まあ、そういったところは注目していただきたいです。豊島さん、いわき市を東北一の都市にする、この理念に着実に近づいているように感じます。いや、本当に地域に対する貢献というところですもんね。では最後に菅監督、改めてですね、サポーターの皆さん、そして県民の皆さんに一言お願いできますか。はい、本当ファン、サポーターの皆様、あと県民の皆様の力がなかったら J2 昇格っていうことはできなかったので、本当に感謝っていう言葉しか出てきません。本当にありがとうございました。ズバリ来シーズン J2 で戦える力、いわき FC にありますか。あります。大丈夫です。ありがとうございます。今日は菅監督、そして日高選手でした。お疲れのところ本当にありがとうございました。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 今シーズンのリーグ戦も残り2試合となります。そして次のステージでの躍動も期待しています。